は皆さんお元気ですか。今回の聖書はローマ8章28節でございます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っています。有名な御言葉なんですけども、過去2回にわたって悪霊の問題を話しましたがね、この悪霊問題と対処するときに、このローマ8の28はとっても大事。万事は益となるということを短く言えばね、全てのことは益となるんだっていうね、確信でやることなんですね。というのはね、時間かかる場合があるんですよ、この悪霊を出すというのはね。でその時ね、なぜ時間かかるんだろうと思ったらダメですね。それからね、弱い人連れてくるとダメです。好きだらけの人出た悪霊がそっちに入って、味方がやはりやられる時があるんですね。わかりますか。いろいろと起きるんですよ。ですからね、私たちは確信持って攻撃があると万事は益となるっていう確信でね、わかります。これとても大事な、時間かかる場合あるんですよ。本当に実は49の悪霊を追い出したことがあるんですね。私一人じゃなくて教師たちチームでやったんですよ。一人の女性がね、倒れてね、大変なんですよ。で、イソムニアによって別に悪霊出てけえでしょ。それで何で49もいたかっていうの分かるかというと、名前聞くんですよ。お前の名前は何だって言うんですね。って言わねえとか言うでしょ。イエス様の皆によって命ずる言えって言うんですね。イエス様の皆によって命ずる言えって言うんですよ。暗銀だ。暗銀って言うのは風って言うんですね。ハリマオだとかね。それで分かるんですね。だからハリマオって悪霊をこの女が出れってバターッと触るでしょ。ああ、治った治ったと思ったらね、むっくり起き上がって、ああ、治ったと思ってまた始まるんですね。そしてまた聞くんですよ。お前の名前は何だね。言わねえとか言って、イエスも皆によって命ずる言えとか言うんですな。そうすると、ね、安人だとか、安人って風邪って言うんですね。ハリマオだとか、名前言うんですよ。ハリマオって虎って言うんですね。そういうので、名前言うんですね。それで、ハリマオって悪霊、この中で出なきゃバターンでしょ。ああ、解放されたと思ったら、また、うなってるんですね。それで結局ね、夜中までやってね、延長戦だとか言ってね、いっぺん帰るんですよ、ね、学校へ。それでね、また次の晩行くんですね。1週間かかったんですよ、ね、実は。49の悪霊出ましたね、この女性から。で、どうなりました？この女性、献身して、なんと、ね、進学校に入ってね、今もう天国かもしれませんがね、インドに行きました、宣教師としてね。インドはヒンズー国でしょ。イスラムがいるんですよ。ね、戦後インド大陸で大闘争が起きてね、ご存知のように。イスラムとヒンズーがぶつかったんですね、インドの大陸で。で、結局ね、ヒンズーが負けて、ヒンズーが勝ってね、イスラムが負けてね、両方に散っていったんですよ、インド大陸。で、東パキスタン、西パキスタンになったんですね。やがてこっちの東パキスタン、バングラデシュになったんですよ。わかります。インド大陸はヒンズーが勝ったんですね。でもやっぱりイスラム残ってるんですね。その残ってるイスラム伝道にその女性が行きましたね。わかります。49の悪に出た女性ですよ、かなり頭のいい人なんですよ、この人ね。わかりますか。見事に宣教師としてやってましたね。今もう天国かもわかりませんね。インドネシア人って割と寿命短いんですよ。で、私は86歳でまでこのことやってるでしょ。インドネシアは70まで来た長寿の方ですね。やっぱ熱帯っていうのは長生き難しいみたいですね。で、だから私が教え子たちを踊って今天国ですよ。わかります、まあ、そういうのでね、教え子の一人になったんですけれども、49のわけで出ました。で、1週間かかったですね。ですからもう攻撃あるのみですな。わかります。で、日本に帰ってきてもね、同じように時間かかった方がいるんですよ。で、この人はね、2年かかったんですね、実は。で、
先週話しましたよね、福音獣教会の牧師またなったでしょ。いや、他の福音獣教会関東地区の、ね、はね、ひなのことみんな私のところに送ってこすんですね。あんた大宮の片柳福音獣教会行きなさい言ってね。それで、その人物もね、ある女性なんですけども、この方ね、2年かかったんですよ。実はね、この方は大金持ちのうちに生まれたんですね。ところが、お父さんに何にも女がいてね、ほら、昔、見かけってのは当たり前の時代が日本にもあったんですね。金持ちになると2人、3人見かけ持つんですね。だから、大金持ちのうちって問題が多いんですよ、結構ね。まあ、県会議員、市会議員、いや、県会議員だっても見かけ持つなんていうのは当たり前の時代でしたからね。わかります？偉くなると見かけ持つんですね。で、その金持ちのうちでね、お金持ちの家に生まれたんだ。何もお母さんがいてね。ほら、彼女は幼い頃からもう質素でサラリーマンの方と結婚してつつましい家庭作りたいっていうのが彼女の願いだったそうですよ。それでね、まあ念願かなってね、サラリーマンと結婚したんですけども、まあその男性だからやりてで、聞くある大きなデパートのね、その重役の一人になったんですけれども、まあとはあんまり詳しく言えないんですが、まあそういうことなんですけどね、とにかくね、お金なんかそんなあんまりなくてもいい、とにかくつつましい普通のサラリーマンの家庭に、その普通の家庭を作りたいっていうのが彼女の念願だったんですね。それで真面目な男性と結婚したわけ。念願かなってね、そういう家庭作ったんですよ。わかります？で、女の子2人生まれたんです。ところが、その時点で、なんと夫に女ができたんですね。もう彼女のね、ショック。もうそれでもショックでね、おかしくなっちゃったんですね。この間話したでしょ。人は3つの理由でおかしくなるね。肉体的理由、精神的理由、霊的理由。で、肉体的理由ってのは麻薬ですね。麻薬やってると、この間話したようにアメリカ海兵隊みたいな強い男でも、麻薬やってるうちにどうなるか。まず幻聴が始まる。人の声をするんですね。振り返ってなんかするんですよ。ね。で、態度もおかしいでしょ。もっと悪くなると幻覚があるわけ。今度は。幻があるわけですね。道歩いてると急に川に見えてね、また相手歩いたりこうして変な歩き方してるんですよ。こうなったらだいぶあの人おかしいよってこう分かるんですね。だから初め幻聴から始まって幻覚、これ肉体的理由ですね。だからその治し方があるんです。これは専門家がやる、我々じゃなくてね、その麻薬でおかしくなった場合、その専門家たちがやります。いや、治す方法がありますね。2番目、精神的理由。で、彼女の場合は精神的理由ですね。明らかに。信頼してた夫に女ができたんです。もう彼女は自分の家庭がそういう家庭だから、もうこんな嫌だと。お金なんかいらない。つまし、サラリーマンの家庭作りたい。もう普通のサラリーマンの家に憧れたんですよ、彼女はね。それで、まあ、結婚して、真面目な男と結婚したんですが、なんと、子供が2人できた時点で、女ができちゃったんですね。そのショックが大きかったですよ。それで結局ね、精神的、肉体的理由、精神的理由、霊的理由でしょ。この彼女の場合は精神的理由で明らかにね。それで精神科医に通うようになったんですが、幸いクリスチャンだったんですね、その精神科医が。それで教会行きなさいってことになって、やっぱりある国にいたら、あなたはね、片柳に行きな、お宮の片柳のとこに行きなさいって言われてやってきたんですね。で、この人ね、精神的理由でしょ、明らかに。ショックでね。でも、霊的理由もあるんですよ。っていうのはね、お金持ちに生まれたんですが、やたら偶像が多かったそうです。お父さんがお母さんが、年が分かりませんが、そういうの好きでね、なんかね、その大きなお地蔵さんがあったり、庭の中にね、とにかくそういうのでね、お父さんがそういうこと好きらしいんですよ。お金あった人なんだけど、偶像がいっぱいありました。
だから霊的理由も絡んでるんですね。わかります。精神的に言うと霊的に絡んでる。わかります。これ一番ややこしいですね。それでね、これが結局2年かかったんですけど、そのね、夫って真面目な人なんですよ。なんでこの人女ができたんだろうかと思うほど真面目な人でね。子供さん2人で家でしょ。4人で毎週教会来るんですよ。真面目な夫ですね。それで、いわゆるジェントルマンですよ、言うならば。それでね、先生、キリスト教って素晴らしい。やっぱ世界宗教って素晴らしいですね。私、キリスト教大好きなんですよ。こうして一番救われがたいんですな。わかります?善人の塊みたいなもんでね。なんでこの人女で来たんだろうと思うんだけど、真面目な人ですよね。ところがね、とにかく、まあ、女と別れたんですけども、2人お嬢さんがいてね、4人で毎週来るんですよ、礼拝に。で、私こう、こうだ、あるでしょ、こっちから、私から見て、私が見て、右側に座るんですね。割と前の方、もう、固定席、指定席みたいなもんですね。真面目ですから、5分前にちゃんと来てね、バタバタだって来ないですよ。ちゃんと来て4人で座ってるんですよ。割と前の方へね。一番前ではないんですけどね。こちらに座ってるんです。真面目でね。で、私、市の教会は学生多いんでもね、バタバタ、またうるさいんですね。お疲れ教会でね。とはこの4人は静かに座って礼拝回ってるんですな。ところがね、この奥さんがね、特にこう、前の、わりとは前に座るんですけども、睨むんですよ、女性、カッ、指さしてね。みんなパッとこう、指させて、差しもらえてないんだよ、こっち、避けたりね、もう、とにかく怖いんですよ。ピッ、ピッとこう、指さしたりしてね。そこの夫はね、真面目な人で、もう、日曜日、まあ、5分前に来てますよ、教会ね。4人でちゃんと座ってるんですよ。2年かかった。もうとにかく電話かけてるんです、お嬢さんですよ。先生、助けてください。またお母さんがバレてますってね、急にね、なんか お父さんをこう、なんか叩くんですよ、何か、僕かなんかでね、急にね、もうそれで助けてください。それでしょっちゅう行きました。ね、それで、もう、いっそ皆によって別に、沈まれみたいなね、悪く出てけみたいなね。つまりね、いっぱい悪霊がいてね、隠してるに言わないんですね。まあ、それで、全部やらダメよって言ってね、一つ一つ告白してね、ついに解放されましたね。でも、2年かかったんですよ、これ。ね、2年かかってよかったの。なぜ?なぜよかったんですか?このご主人がね、これ、とっても人のいい人なんですね。いわゆるジェントルマンですよ。キリスト教素晴らしいですね。なんて、こうしてなかなか救われないんです。普通はね。善意の塊みたいなもんですからね。なんでこの女ができたんだろうと思うんですけどもね。まあ、本当に素晴らしい宗教ですよ、キリスト教は。なんて言ってですね。だん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 2年かかってよかった。神、罪、救いが分かったんですね。神様いらっしゃるんだ。ってことね。で、自分には深い罪があるんだと分かったでしょ。それでね、2年かかったんですが、4人みんなでいつも信じて一緒に洗礼を受けましたね。同じ日に4人とダムーンって言われて先生授けたんですけど、2年かかってよかったんですね。つまり夫のためによかったんですよ。本当に神の存在と自分では本当に罪人だってことが分かってね、十字架が分かったんですね。イエス様の十字架がないだ、身代わりの死だって分かってね、本気になって信じましたよ。で、2年かかってよかったわけね。で、これで、教会大変だったんです、コロナ。ね、こういう人いるところは、だって、求道者に影響すると思うでしょ?パッパッと指さしたりしますから。ノーノーノー、とんでもない。こういう人いるほどいいんですよ、教会。活気づいてね、実は。もう、毎週毎週新しい人来ました、うちの教会。これ、嵐が、伝道隊におりますからね。で、こんな人いても、ね、なんでもないですよ。わかります?帰って書きつくんですよ。偉い人みんな祈るから、真面目な教師はね。主よ、来てください。主よ、来てください。ね。で、だからそういうふうでね、書きつくんです、帰ってね。わかります？で、4人一緒に洗礼を受けましたね。で、お嬢さん2人も救われました。1人、今、牧師夫人ですね。わかります？ですから、2年かかってよかったわけですね。
で、この時ね、なぜ時間かかるんだろうと思ったらダメですね。これ人間かけてよかったんですよ。この御神の救いだ。やがてこの一家はね、四国に、その御神の仕事をかけて四国に移りましたね。全員ある教会へ行きまして、彼はその教会の長老になりましたね。立派なクリスチャンだったんですよ。それは2年かけてよかったわけね。もう、キリストが素晴らしいですね、なんて初めから言うのは、なかなか救われない。ところがね、毎週、真面目に来たでしょ。で、夫はなぜ来るかというと、教会に迷惑かけてるんじゃないかと思ってね、申し訳ないと思って、そういう全員から来るんですよ。で、お嬢さん2人も呼んでね、いつも4人でこう、礼拝守ってましたね。で、見事に4人とも救われました。だからこの時ね、時間かけてよかったんですね。まあ、この悪霊本ではいろいろありますけど、一回でしか決まるときは気持ちいいですね。どんな思いでも一回決まることがあるんですよ。どんな大物でもですね、一回で決まることがありますよ。前に話したように、私は YPPII の進学校の教師になりましたね。YPPII に招かれて行って、そしてね、で、これまで6つの部門があって言ったでしょ。進学校部門、大衆伝道部門、ラジオ伝道部門とかね、6つの部門があってね、自分たちの団体の教会を作りません。しかし、あれは教会教団と協力して、伝道を助けます。って言うんですよ。まあ、それでね、目的は全員インドネシアに福音を。で、私のビジョンとぴったり合う団体、私は喜んだんですけども、この進学生が200人以上いるんですが、毎年、伝道月間っていうのがありまして、3ヶ月ね。それで、こう、島々に行ってリバイバル運動をやるんです。なぜリバイバル運動っていうかっていうと、島々はみんなクリスチャンなんですけども、名ばかりが多いんですよ。はじめね、ポルトガルが制覇したでしょ、あの辺の島々。ね。で、みんなカトリックになったんです。大きな島、ビクトル島、イスラムが多いからね。でも、小さな島々はすぐに、はいはいって人が多くはないですよ。四国道時代ですね。で、ポルトガルのカトリック。で、オランダが全部ポルトガルを殲滅してね、あの辺の島々のポルトガルをね。で、オランダが支配したでしょ。で、昨日までカトリック、今日からプロテスタントみたいなもんですね。みんなオランダ改革教会になったんですが、そこでね、名ばかりが多いんですよ。だから毎年、三回伝道月間を島々に行くのは、そのリバイバル運動なんですね。クリスチャンのくせに、まじないなんか持ってるんですよ。赤い紐なんですけど、シャツの下に赤い紐巻いてるんですね。で、そういう情報をちゃんと我々は言ってますから、ね。で、説教で赤い紐捨てろと迫るわけですね。クリスチャンのくせに悪霊に対しては何事だ、ね、そんなものは、ね、悪霊の周りなんだってね、まともにやるわけですよね。赤い紐を捨てなさい。みんなびっくりしますよ。日本人が。なんで俺たちのこと分かったんだろうと思いますからね。それは新学生やってるから情報入ってくるんですよ。それで、このまじないはね、ね、この島のまじないはこういうまじないですよってね。それでそれを言うわけね。それでね、やったんですけども。まあ、とにかくね、やってるうちにね、ね、みんな食い荒らしてみてね。それでみんなまじないを持ってこい。持ってきなさい。ね。これ、一つの教会でね、一週間くらいかかるんですよ。もう持ってきなさい。やっと気が付いてね。やっと食い改めの気になってね。これは、イエス様だけに頼るべきだってやって、1週間くらいかかって分かるんですね。だから、一つまで1週間くらいかけないとダメですね。いや、前、訪ねてきた僕じゃ何も言わなかったよとかね。いろいろ抵抗するんだよ、そういうことじゃない。問題、聖書なんだと。聖書は何言ってるかだと。禁じてるよ。なんで禁じてることやってるんだ。だから修復されない。そういう説教をやって、一週間くらい経ってからね、わかりました。ってね、みんな持ってくるんですよ。とバーッと講座の前に焼くんですが、床は石なんですね。ですから焼けるんですけど。で、リバイバルですよ。まさにみんな悔い改め。これはイエス様だけに頼ります。もう拝みに行きません。これ一種の命がけなんですね。っていうの病気になって拝みに行くんです、みんな。わかります?医者ってね、6万人1人って言われた時代でね、インドネシア。本当に医者は少ない。で、高いからね、金持ちしか行かない。
ピンポンでみんな拝みに行くんですよ。イスラム拝み屋、クリスチャン拝み屋に行くんですな。まあそんな時代、そんな国なんですよ。それで、ね、なんていうことじゃって迫るわけね。停滞で1週間くらいかかるんですけども、みんな気がついて、それで分かりました。じゃあ私たちはもうイエス様だけに頼りますって、こうなるんですね。それでね、占いは罪だって、もうこれも話なんですね。そしたらね、先生実はね、予定に入ってなかったんだけども、この同じ島なんですけどね、橋の方にある遠い教会なんだけど、その村にね、占いの当たる長老がいてね、私たちに占いは罪だって、この聖書に書いてあったと思って、忠告するんだけど、やめないんですよ。わしの白髪頭を見ろって。つまり、年寄りに何言うんだって、この若者が、でしょ、そういう調子で。聞いてくれないんですよ、私たちの忠告は。先生、説教の言ったよね、占いは罪なんだから、ね、私たちに気がついて、裏が当たるけど罪じゃないのって、ね、言ったことあるんですよ。ところが全然言うことじゃない。でも先生の言うことで聞くと思うから、なんとかしてくださいって言うんでね。で、予定なかったんだけどね、まあ、2台3台のジープスランでザーって、その島の端っこのね、その村の教会行ったんですよ。それでもう伝令が走っていてね、行く前から。もう、まっすぐその、まあ、エリサっていうの、エリサ長老の家にいたの、まっすぐね。それで30人くらいの人が集まってました。私たち行った時ね、すでに。それでね、高屋らしくでしょ。大きな、その広場があってね、それ回るとみんな座る。30人くらいでしたけど、回る座って、行ったものも、まあ、回るで座ったでしょ。まあ、教会の中心メンバーたちですね、来たのはね、その村は全部クリスチャンですから、わかります。その伊佐長老が導いてるわけですから、牧師いないんですから、分かります、みんな来ましたね。で、丸く座ってね。それでね、私、もろに攻めたんですよ、聖書から。で、例えば、人の働き、16章、16節。ここに占いは罪だって書いてあるでしょ。いや、占いは悪霊だって分かるでしょ、これは。人の働き、16章、16節。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に使われた若い女と霊であった。この女は占いをして、主人たちに多くの利益を得させているものであった。これ有名な話ですね。で、この占いの女がパウロとシラスの後くっついてきて、ね、なんて言ったかというと、17節、彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神の神を目指して、救いの道はあなた方に伸ばしたいという人たちですと叫び続けた。何も間違ってないですね。見抜いたんですよ、この女ほら。悪霊の力によって、この占い師は。パウトシラスの一個は、ここで彼女はパウロと私たちの後について、私たちっていうのはルカも入ってるんですね。だから、私たちっていうのはルカも入ってて、このチームの中にね、これ書いてるのはルカですから。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神の人たちで、救いの道はあなたたちで、述べ伝えている人たちですと叫び続けた。何も間違ってないですよ。この女は何も調べてないですよ、パウロとシラスの一行。しかしちゃんと言いました。この人たちは糸高き神の人たちで、救いの道をあなたたちに述べ伝えている人たちですと叫び続けた。どこも間違ってないですね。見事に見抜いたんです、この女を。悪霊の力で。わかります。はい、それでどうなりました。18節、いくにしもこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女が出ていけと言った。すると即座に霊が出ていった。これ有名な出来事ですね。で、正しいこと言ったんだけども、悪霊ですからね。ね、いくにしもこんなことをするので困り果てたパウロは、振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じる、この女が出ていけと言った。すると即座に霊が出ていった。で、出てきました。占いの霊が。で、占い当たんなくなっちゃったんですね。わかります。で、どうなったの。19節、彼女の主人たちは、つまり彼女をもし儲けてた悪い男たちは、儲ける望みがなくなったのを見て、悪霊に出てて、占い当たんなくなっちゃったんですね。
パウロの知らせを捉え、役に立ち、訴えるための秘訣を広場に引き立てていた。これ有名な出来事でしょ。ウラライルを出ていたら、ウラライル当たらなくなっちゃったんですね。そこで起こったのは、この感情を持ちていた連中です。なぜ俺たちの商売邪魔するんだって言ってね。で、パウロの知らせを捉えて、獄に渡したわけですな。わかります？皆さん、こういうのでね、ウラライルの霊、悪霊だから見にくいんですね。まあ、ここから攻めちゃうんですよ。もろにね。こういうわけでは、占い方の悪霊のせいだって言ってね、攻めたんですよ。30人くらいこう周りに座ってるんですよ。攻めたんですよ。もろにね。もうピーンと緊張してね、みんな。もう、針一本落ちた音が分かるくらい緊張しましたね。ピーンと張り詰めてね。もろによって聖書を使われて、占いは罪だっていうこと、ね、悪霊だっていうことを、悪霊が当たるんだって言ってね、責めたんです。ピーッと緊張してね、さあ何が起きるか。みんなこう、あぐらかに座ってるんですよ。高屋が式でしょ。でも、周りがちょうど印刷の真正面に座ったんです。で、席終わったら、バンとから立ち上がって、のし、のし、のしです。まっすぐ私を歩いて、ドンと。そうだったんですね。そしてこう言ったんです。日本から来た牧師さん、質問があります。って言うんですね。何ですか？わしが不思議な力がある。わしも知ってる。みんな知ってる。しかし、この力はどこから来たか、わしは知らない。みんなも知らない。牧師さん、あんたわかるか？って言ったんですね。この不思議な力はどこから来たか、わしも知らない。みんなも知らない。牧師さんだったら分かるかってこう言ったんですね。で私から言ったんです。実は長老、あんたのご両親は拝み屋かなんかと付き合ってなかったかって聞いたんですよ。深い交わりをしてなかったかって聞いた。そうしたらね、俺の親父は拝み屋だって言ったんですね。それだって言ったんですね。それだ。実は長老、悪霊よな、その拝み屋死んだらどうなるか分かるか。その悪霊は使えられる人を探して長男に来るんだって言ったんですね。これ分かったかって言ったら、分かった。すぐに間髪入れて、その悪霊から解放されたいかって言ったら、されたいって言ったんですね。これでされたくないって言ったら、元時間がされたいか、されたい。今だって思ってね、さあみんな一緒に祈ろうとみんな緊張して、バーッと言って、あれだよで悪霊出てけーとかみんなさでイエス様のみんなによってめずこの男が悪霊ユダナイの霊を出てけ悪霊出てけみんなによってめずってバターンに倒れてね、それで意識不明ですよ。それでやっとみんなで起こしてね、そしてね次の日イエス様はね全村のクリスチャンたちをみんな集めて最後の集会お別れ集会をしたんですね。それで私が説教して彼たちがあって、皆さん、今日はいい日だ。この日本から来た牧師さんは何でも知っておる。いい機会だ。何でも質問しなさい。何でも分かってるわけではないですよ。でもね、実はちょっと感動してね、この今日はいい日だ。この牧師さん何でも知っておる。だから今日は何でも質問しなさい。今日はいい日だ。皆さん、これ一発で決まったんですね。こういうこともあるんです。大物で一発決まるってことあります。しかし、いつも私たちは、ね、この悪霊をですね、大事なのはローマ8:28、万事は益となる、時間がかかっても益となるんだという確信で立ち向かっていくこと、イエスの皆を信じて立ち向かっていくこと、ついに勝利します。我々は勝利者です。お祈りいたしましょう。天の父を感謝します。もし私たちイエス様に救われ、さらにまたイエスの皆を使う権利を与えられて感謝します。この特権に感謝をいたします。この特権を用い、心聖なる武器を用いて、今は日本の若者たちも同じでありますが、若者たちが多くの悪霊の技に参加しております。一緒でも治せません。どうぞ私たちクリスチャンの一人一人に聖書をまともに信仰を与えて、このイエス様の皆という武器を用いて、多くの人を解放することができるように、どうぞクリスチャンたちを用いて、さらに多くの日本人の救援のために、教会を、クリスチャンたちを用いてください。イエス様の皆に力があります。権威があります。感謝します。この闇を使う権利に感謝します。どうぞ、主ご自身が日本の
あらゆる悪霊を追い出して、中国人の栄光を表す国となり、ついに日本人が救い主の神を礼拝する国となりますようにお願いをいたします。日本に大リバイバルを与えください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。では来週またお会いしましょう。